クラロスはかつて、イオニア海岸に存在した古代ギリシアの聖域。この聖域には古代ギリシアの神殿や、この地においては、アポローンクラリウスとして祀られた、アポローンの信託書などが存在した。イオニア同盟の12の都市の一つである、コロポンの領域に含まれ、都市から1 2トルほど北にあった。 かつて存在した港町のノーションがここより2キロメートル南に広がっていた。この聖域は現代ではトルコのイズミル県メンデレス地区のアフメトベイリ北部となる場所で発見された。古典期ギリシアの主要な聖域この聖域がいつ頃できたか正確に判明しておらず、その起源は神話に追われている。考古学的発掘調査においては、紀元前10世紀にまで遡ることができる。 構造物が発見されている。この聖域の名声は2世紀から3世紀にかけて頂点に達していたとされ、4世紀までに多くの人々が訪れた。ヘルニズム時代後期にはクラロセイと大理石を運んでいた貨物船が現代のトルコ南西の海岸で沈没している。この船は1993年に発見され、2005年より遺跡調査が行われている。 この船ではおおよそ50トンの大理石柱が回収され、これらはクラロスのアポローン神殿において発見された柱と一致した。同位体測定、気象解析ではプロコネソスが大理石の産地であったと示されている。聖域で使用するためにプロコネソス島から持ち込まれた大理石は独特の青と白の帯が入ったもので、プロコネシア大理石として知られていた。 これらの発見された大遺跡はプロコネソス島からトルコイズミル県沿岸までの3 5 0トルの旅を終えることができなかった。クラロスの創造神話はテイバイを征服したエピゴノイの神話の街と関連する。二人の預言者、テーレシアースとその娘のマントウはテイバイ人たちと共に捕虜となる。エピゴノイは彼らをアポローンへ捧げるためにデルポイへと送ったが、テイレシアースは 旅の途中で死んでしまう。デルポイにおいて、マントウはアポローンから指示を受け、残された定媒の人々と共にイオニアに向けて出港し、そこで新たな居住先を見つける。一段が後,後にクラロスンが開かれる土地にたどり着いた時、カリアへと植民していたラキウスが率いる武装したクレタ人に囚われた。後にマントウから彼女たちがなぜこの土地に来たかということを知ったラキウスは、 彼女と結婚し、クラロスを開くよう定売人たちを導いた。ラキウスとマントウの後は、彼らの子で予言者のモプソスが引き継いだ。トロイア戦争に現れる予言者のカルカースにまつわる、キリシア神話の記述では、彼はクラロスで死んだと書かれる。どちらが最高の予言者であるか、モプソスと競ったが破れ、落胆して死に至ったとされる。コロポンでは、 ミケーネ時代の墳墓が発見されているが、ミケーネ時代の陶器の存在は確認されていない。伝説では、スミルナの市民に、コスミルナからアレクサンドロス三世が取り戻した、パゴス三条へ新しくスミルナを移す、要、クラロスの神託が下り、スミルナの人々はこれを受け入れた。この時、古いスミルナは、その重要性を失ったが、後に再度開拓され、アジアにおいて、 最も繁栄した都市の一つとなった。ガイウスプリニウスセクンドゥスは、博物誌において、コロポンには、クラロスのアポローンの洞窟があり、そこには、水が称えられている。これを飲むことで、完全かつ素晴らしい予言を獲得する力が得られるが、しかし、それを飲んだ者は短命に終わると記した。ゲルマニクスが彼の死の前年である18年に、新託章を訪れたことはよく知られている。 こういうことだ。彼はゲルマニクスへ予言を下した。暗い助言を、いつもの信託書通りに、その近い死を、ありがとうございます。